はい、えー、こんにちは。今回ですね、XM 証券から、ちょっと、気になるメールが来ました。重要なお知らせということですよね。虚偽の情報につきましてって書いてますね。ちょっと読んでみましょう。えー、パートナー様へ、弊社は弊社をご利用いただきありがとうございます。オンライン上において、要するにネットの中でですね、弊社の信頼を損ねる記事の掲載を確認しています。まあ、あるでしょうね。 誰もがブログや記事を投稿することが可能な昨今においては全てのサイトの信憑性および情報源を見極めることが非常に重要となっておりますえー、っと該当記事の内容は事実無根でございますということでまあ参考の URL っていうのがないんですけどもなんかひどい誹謗中傷があったんですかね一方的に虚偽の内容を宣伝すること検伝することは断じて許される行為ではありません確かにまたこのような行為には誠実な意図はなく 弊社がお客様やパートナー様と分かち合ってきた信頼性を損ねる行為に他になりません。まあ私は信用してますよね、全然。弊社としましては信憑性を確保するために審議の内容の検伝にはあらゆる適切なあ措置で対抗していく所存でございます。該当記事によってご心配をおかけました、うんぬんと書いてますんで、心配ないよって書いて書いてますね。まあ何があったのか分かりませんけれども、私は XM 証券との付き合いはもう5年ぐらいかな。 で、全然勝てない時からやらせてもらってますけども、特に迷惑を受けたことはないかなっていうのと、まあ、あの、出勤もちゃんとできてできてるのかなまあ、あできてますしね。うん。あの、日本円には私してないんですけども、まあ、出勤はしてるんですよ。うん。で、えー、お衣装を求められたこともないですし、で、サポートもすごくね、返信が早いんですよね。全然いいと思いますけどもね。何があったんでしょうね。 ま、何があったかあまり気にせずに行きましょう。まあ、あの、これからもね、XM 証券をしっかりと利用させてもらおうと思いますんで、えー、信用してます。頑張ってください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回は以上です。皆さんもね、えー、情報の真偽は自分で確かめるしかないですからね。